盛り上がりすぎ1回目の投資のテンションじゃない朝から練習してやっと投資でできるようになったんだよ一区切りついたって思ったら思わず声が出ちゃってまあそれもそうだなよしこの辺りで一旦休憩しようかあじゃあ気分転換にゲームでもしない 実は昨日倉庫からこれを見つけちゃってじゃじゃーんそれってクイズ番組とかでよく見る早押しボタンその通り前にイベントで使って面白そうだったからもらってきちゃったのどういうイベントなんだそれはせっかくだしイントロクイズでもやろうよ私が出題者ね誰が回答者やるシャノ こういう問題答えるの得意そう。私がシャノは昔からいろんな音楽聴いてたし、知識も豊富。お、それじゃあ、アイリーとシャノで勝負してみるええ、シャノとなら面白くなりそう。それじゃ、第一回イントロなにこれ選手権、開始やれやれ。 まるで学生気分だなまあ懐かしい雰囲気ではあるがじゃあまず第1問この曲の題名は何でしょうって早い少ししか流してないのにブラームスの交響曲第1番せ正解さすが者のね これくらい常識だろう。じゃ、じゃあ続けて第2問。この曲の題名はスタンゲッツのスイートレイン。だから早すぎるって。正解だけど。これじゃ勝負になってない。シャノの圧勝。ふ <laughs> アイリー、ハンデが欲しいか <laughs> いいえ、結構。 ここからが私の本気よ。頑張れ、アイリー第3問この曲を歌っている歌手は、ビリー・ホリデー正解やるじゃん、アイリーやっと調子が出てきたみたいだな。おかげさまでね。次の問題も私が正解するんだから。全然勝負がつかない。 二人とも学生時代からよく張り合ってたからね。どっちも負けず嫌いだし。お二人さーん。もう問題の方が尽きちゃったんだけど。そろそろ終わりにしないまだ決着がついてない,い,てないああ、はいはい。それじゃあ、お互いの好きな食べ物とかはなんだ、その適当な問題は。 アイリはドーナツだろう。それくらい知っている。正解よ。シャノは抹茶ティラミスでしょその通りだ。じゃあお互いの苦手なものはシャノはパソコンが苦手だったわよね。昔から機械音痴だったし。今はちゃんと使えている。確かに最新の電化製品は未だに苦手だか。 じゃあ正解ってことで。それじゃあ、アイリーの苦手なものはアイリーは猫舌だからな。熱いものが苦手だったはずだ。そのくせ、ホットコーヒーをよく飲みたがる。コーヒーは熱いから美味しいんじゃないだが、飲むのに時間がかかるだろう。学生時代、 いつも待たされていた私の身にもなれん。シャノは昔から神経質すぎるのよ。曲作りに詰まった時、私が貸したシャーペン缶でボロボロにしたの忘れてないんだからね。あ、あれはすまなかった。だが、謝って弁償もしただろう。お金の問題じゃないわ。そういう自分を追い込みすぎるところが問題って言ってるの。 な、アイリが自分におおらかすぎるだけだ昔体重を気にしていただろうそれなのにドーナツは穴が開いているからカロリーゼロだとか言って食べていたじゃないかその理論は今でも間違ってると思ってないものちなみに抹茶ティラミスもカロリーゼロよ あんなにふわふわしたケーキにカロリーなんてあるはずないでしょなんだとそれは本当かそんなわけないでしょというかこれ、何の勝負してたんだっけ私に聞かれてもわからない。わかることといえば、<laughs> なんだかんだ言って、二人ともお互いのことがよくわかってるってことかな